ゲーム2727。500で1回計算し直したから何でですか？ 387。 3引いたら387。695。695までいきます。
で V 浮いちゃってんのみたいな、なんないか、やばっ。しかも乗っけてる、次もありつつ上乗せしてて、ご先輩ウィーバー号座ってる。707、さすが、楽しそう。いやすごい、707番台座ったんだね、すごいね、うん、すごい、ほんと707番台はすごい、ほんとすごい、これ、うん、いい数字だね。そうなんですよ、いい数字で頑張って、うん、さらっと持ってきますねこれバレてた、バレてた、バレてます、バレてます、バレてます、頑張って多分もう分かった、多分無理、勝てない、勝てません。今の時点で出玉も少ないですし、で制限時間が一応ルール上で あるんですよ。で今ハマってますし、私の台でそのまま追っかけてしまうとタイムアップの時間に当たってたら打てるチャンスもあるかもしれないんですけど、もし変に1000ちょっととかだった時ぐらいの今時間なんで、その恐怖があるんでね、そこで終了って言われた時が一番辛いので、それは回避するためにやっぱり A タイプ、マイジャグルとかなんかこれにしよう、めっちゃハマってます。649じゃないですか、600の次の位は700台、これで777ゲームで当たればポイントが40ポイントもらえるらしいんで、いやポイントが40ポイント勝ち1回じゃない、ポイントが、さあどうかな、14セット4672枚、あと1個あるはず。おお、あった、この15セット目で何もなければラストなので、ここで本当にこの100ゲーム勝負の時ですね。そうですね、まだまだ実は、そうですね、ループないかな、この100ゲームマジで大事。3でしたが、なんとかなりました。はい、それじゃあですね、ジャグラーに移動してきたんですが、今ビッグ14のレギュラー7回で2241回転の55ジャグラーが空いていたということでですね、この第2点実戦をスタートしていきたいと思います。最後ハーデスで500ぐらいはまってしまったので、その分の出玉
タザラパンパンが全部飲まれてしまったんですよ。それを残り時間で A タイプの力でパパッと奪っていけば出るかなと。ガスさんもいいんで、でリオちゃんが、ニューのことはもう今誰も止めれないです。本当にすごい。赤七を引くことはできても、実際にそこから乗せれるかどうかっていうのは、もちろんハーデスでもハーデスが降臨してもその後に揃えれるかどうかで全然変わってくるわけで、でもそのチャンス、同じスタートラインにみんないても結果は変わるわけじゃないですか。その中で8個乗せてもう1回引いて、でまた当たってる GG 中に上乗せしてっていうのはもう止めれないですね。え、リオ全然多分あると思う。ただ私がその7揃いポイント、あ、7揃いポイントリオがゲットした時にはですよ。本当に出玉ももちろんありますし、で多分わからないですけど継続したら5ポイントとか、それがもしリオが優勝したってなると本当に正々堂々とスロットで出したポイントですからね。せいろがんじゃないですからね。せいろがんはせいろがんで時ぽいらしさですから、すごいな。リオが本当に優勝したら誰を誘ってご褒美にするのかも気になりません？誰だろう。同い年で言ったら、ののののだけ、ゆい、ゆいとののか、ゆいが同い年ですね。ゆいとののがリオの同い年です。で1個上に行くとリナ、リオ、リオは東京ですよ。勝ったー、イエーイ、ビッグボーナス、やりました。これで1カウントしていいんですね。重みのある1カウント、これで1917になりました。流しそうめんやりたいな、また。あ、光る、これは光る、せーの、バン、かわいい、レギュラーっぽいな、ビッグ、ギリギリ99回転、ジャグレンです。見えてる分は終わりです。5871枚記念に写メ撮っとこう。ありがとうございました。あるかどうかわかんないんですけども、なさそうな、なさそうな感じですね、普通に。あー、なんか終わるわ。はい、終わりました。そうですね、まだわかんないですけど、とりあえずストックない、満足しました、だいぶ。やっぱゴッドいけなかったのが悔しいですけどね。はい、お疲れ様でした。めちゃめちゃ楽しかったです。本当に最終回にふさわしいような、もう神回だったかなっ
って思いますので、あとはエンディングをお楽しみにしていてください。お疲れ様です。お疲れ様です。すごくいい回になったんではないかなと。なりましたね。最終回にふさわしい。はい、すごかったです。とにかく逆には最後の最後に恋らしさを出せてるのかどうかっていうところで怪しいですね。でも恋らしさって言ったら、そんなに超セブン揃いとかいうわけのわからないルールを最後の最後に持ってきたっていうのは間違いない。で、今日の、まあ、結果の方、はい、私の方先言いますね、はい、私の方がハーデスを座りまして朝一、はい、ほんとすぐ3本で紫ナナを引きまして、それがワンちゃんだったんですが、そこから伸びの伸びの伸びのでですね、結局3225枚獲得しました。すごい。で、まあ、何回7揃いしたかは言えないんですけど、ちょっと早めにハーデスとさよならしまして、ジャグラーコーナー行き、ジャグラーコーナーでいいジャグラーに出会い、ビッグ2回を引いた結果、神里ラウンド最終です。全部で226ポイントとなっております。わあ、なんかこれに7ぞろいどっちが多いかによって207ポイントが足されるってことなので、もしこれで私が207ポイント足されたら、待って抜く今1位の暫定1位の安田ランちゃん抜きますね。よし、はい、はい、ということで私はですね、朝一なぜか凱旋に座ってまして、400ゲームぐらいで赤の名を引き、そこからですねもうトントン拍子で、うん、赤の名しか引けないんですけど5831枚出ちゃいました。最後の最後に5000枚ってすごい。マジでやらかしネズミって感じですね。でもポイントが155ポイント。なんだおかしいじゃないですかこれ。私は多分あのかわいそポイントとか地味に取りましたね。私なんもあれですからね、今日の天使は厳しいみたいな、全然かわいそうじゃなかったですけど、まあ、かわいそうじゃないけど、あのシックスセンスじゃない、あのあれあれあの777とか7にまつわるものについて、なんかもうチク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 ってなんとかポイントもらおうっていうことをしてたんで。なるほど。でも2人合わせてすごいよ、トータル枚数が2万枚にはいかなくて1万枚近い、9000枚、まあ一応いいぐらいですね。9000枚だよ2人で。9000枚ですね、5831枚と3225枚なんで9000オーバー。上等。すごいわ、最後の最後すごい。気になるこれですか、ハーデス VS 凱旋、どっちが7揃うのか、はい、でも1桁目せーの8、4、まだ分かんない、まだ分かんない、はい、せーの1。おお、今私が18ね、54。おお、まだ分かんない、まだ分かんない、はい、せーの9。おお、待って9 9 1 8 9 5 4。あれないです。せーのくらい、あらせーの、せーのくらいないの。ないです。リプレイとか揃わないですね。1918です。0954。盛り上がったね最後、トキポイらしいわ。トキポイらしい、1000くらい。てか、じゃあ私の2倍パチパチしてたってことですか。いや、そうげつな。本当にそうですよ、だってオープニング撮っていろいろしたら10時半から打ち始めてよ、お昼休憩1時間撮りました。私早めになんなら終わってジャグラーに行って倍押してるってことね。そういうことか。ずっとカチカチしてましたよ。じゃあ私のカチカチなんで生ぬるい感じでしたね。
そう、エイジ中だって800のけたじゃないですか。そのうちなんかその外れっぽいのが、まあ、数回しか出てこないんですよ。だからまとめて800もう全部終わってから毎回やらないといけないんです。それじゃないとリプレイもベルも揃うから、終わって一気に300押しますとかって見せて 1,2,3,4,5,6 ってやってたっていうね。でも最終回なんで忠実にちゃんとルールにのっとって頑張りました。はい、プレゼントタイム。プレゼントタイム、最後のプレゼントですから。そうですね。じゃん、かわいい。ちなみにこれ私とお揃い。そうなんですよ私とお揃いです。かわいい。そうですね、ちっちゃい仕事とかで使おうかなってこれを思って、かわいいなと思ったんです。これだったら飲み物入れて、タオル入れて、お財布入れて、携帯の充電器入れて、おにぎり入れて。おにぎり？ピクニック？うちに行けるって。中にチャインとあります。中にこう二人で書いてます。はい、すいません、勝手にお揃いにしちゃいましたが、いいよっていう方よろしくお願いします。上里店さんでのトキポイ7終了いたしました。でもまだ浦和店さんの結果が悲しい、浦和店さんの結果がわからないので、はい、7の優勝者はわからないので、トキポイ8での発表となります。8だけに、困らせるっていう、あの面白い、ね、2から7までお世話に、お世話になりました、なりました。本当に本当に次回は浦和だけになりますけども、よろしくお願いします。なんか違う、なんか違うかわいい。次回は浦和だけになります。上里店さんありがとうございました。だよし、はーいOK ですか、はい。次回は浦和店さんになります。はい、上里店さんありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。フリーマガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん。黒バラの漫画もプレゼン。